どうも。いらっしゃいませ。あ、どうも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 。どうもこんばんは。寒いねー。寒いですね。寒い。もう3月になるっちゅうのに。ほんまやわ、もう。ちょっとか。いつものでよろしいですか？あ、いつもので。あ、なんかお水とかでもいいかな。ちょっと風邪をひいちゃってね。おー。インフルかもね。それ出歩いちゃダメじゃないですか。うん、でももうお医者さん行ってないからわかんないからさ。もうでもあれ、テロよね。もし俺がインフルやったとしたら。いや、ほんと完全そうですよ。完全バイオテロですよ。ほんま、こんなご飯扱うところで、飲食店でね。いや、ほんとに。すいません。もう来ちゃったけど。いや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 。ああ、しんどい。あ、でも熱とかはないんですか？下がったかな。あ、なるほど。今日ぐらい、今日の朝ぐらいから。いただきまーす。あ、ありがとうございます。でもさすがにアルコールはやめといた方がいいかな思って。ああ、もうそれなのにわざわざお越しいただいてありがとうございます。いやいやいや、ちょっと迷惑そうやん、ちょ。いやいや、そんなことないですよ。なんだ、インフルエンザやからって、そんなん、こんといてみたいな感じやん。いや、ほんまにインフルエンザっておっしゃるんなら、もうすぐ帰れって言うんですけど。でもそれはでもやっぱり他のお客さん守るためにね。そりゃそうやんね、はい。でももう分かれへんもんね。インフルエンザかどうか。まあまあね、それは確かにあれですけど。ちょっと寒い、このもう寒気はもうまだ全然治ってない感じ。いや、もうちょっとほんま帰ってください。いやいや帰りませんよ、せっかく来たんやから。もう帰りません、そんな。はい、じゃあごゆっくりどうぞ。ねえ、いつになったら暖かくなるのかな。いやいや、もう明日から3月やのにね。ほんまや、3月やね。そうですよ。もう2ヶ月経ってるやん。そうですよ。今年は。どう？あ、どうぞ。あ、どうぞ。いつもの、いつもの、いつもの。はいはい、あ、ちょっとトイレ。大丈夫？すごいや、えらい。あれは激しいな。ねえ、来るなりいきなり。いやいやいや。そうか、もう2ヶ月経っちゃったか。うわ、びっくりした。寒いね。寒いよね。トイレ。入ってるよ。入ってるよ。どうしちゃったんですか、皆さん今日。どうしたん、どうしたん。もうなんかこう、くねってなってるやん。いや、別に全然大丈夫やろ。いつもください。はい。いやー、トイレ、何、寒いと近なるしね。近なりますよね。あ、けど、なんか、時々、じんわり大丈夫になったりしますね。なるなるなる。あの、こう、波がね。あれ何なんですかね、あれね。波はね、あの、大きい方も波、すごいあるでしょ。大きいと、大きい入り口からすごい話になってきちゃって、まあ振りが悪かったのかもしれないですけど。ちょっと飲食店であまり会話してすいません。今日はもうちょっと飲食店ではもうご飯とな会話ばっかり。あ、じゃあお疲れ様です。どうもどうも。どうもです。いや、もうちょっと僕今日風邪気味やから、もうアルコール控えようと思ってね。マジで？そうやね。大丈夫大丈夫大丈夫、映らへんから大丈夫。大丈夫大丈夫大丈夫。インフルとかじゃないんですか？わかんないです。何、わかんない。だって病院行ってへんから。やばかった。あらあらあら。え、うんこ？寒っ。なんでやねん。あ、違うの？うんこか。疲れた。いやー。出してから入れる。出してから入れる。わかる。あの、ちょっとご飯をさ食べようとするとき尿意とか便意を催したら、ご飯食べてから行くより行ってから食べた方がいいなと思わない？そんな直結してんの？いや違うやん、違うやん、違うやん。空にしてから食べようみたいに思わない？空気銃みたいな感じかよ。どういうこと？違うやん、違うやん、違うやん。どういうこと？ちょっと違うか。ところてん、ところてんみたいな感じ。ところてんみたいな。みたいな感じ。そう。ところてんにゅるにゅるみたいな感じ。うん、いや、違うやん。え、何の話してんの？いや、違うやん、違うやん。え、どういうこと？じゃあ、あの、便意を催したときに、ご飯を今から食べよう、ご飯か何か食べようと思ったときに便意を催したら、うん、先どっち行くかって話よ。まあ、普通先出すんじゃないですか。そう。僕も先行って。めっちゃ我慢しながらご飯食べるかっていう話をしてる。そこまでしたことはないね。足が X になるのか。最近やってたら、あんた入ってきたら。いや、今はほら、安定期。波、波。何安定期って。どういうこと？一個開けようとしてたで。覗かれようとしてたで。え？トイレ。え、どういうこと？あんたトイレするとき胸、あの上も脱ぐの。どんだけ裸になって。全部脱ぐの。いや、でも上は脱ぐやん。どういうこと？
いやいや、コート、コート。あ、コートか。あーコート脱いだぐらいでこんなせんねん。ちょっと待って、どこまで脱ぐの？いや、だから、こうしてたからよ。いや、違うやん。あ、でもなんか真っ裸でさ、ならな、でけへん人がここ畳んでおいて様式するみたいな話は聞いたことあるよ。畳んでって何よ？おるね、おるね。外でも？え、外でも？って聞いた。俺家では、ま、マッパになる時あるよ。え？どういうこと？あ、トイレでやね。トイレで？全部こういう感じ。トイレで？トイレでよ。たまたま今なんか今からお風呂入ろうとして脱いでたとかそういうのではなくて。違う。今からあの座って用を足そうっていう時に、うん、あの全部脱ぐ時あるよ。え、そういうプレイ？プレイじゃない。その開放感がたまらない。開放感じゃない。あのね、下は脱ぐじゃない。下まで行くじゃない。うん、ほんで足首のとこに溜まるじゃない、ズボンとかが。あ、ここ、くしゃくしゃって。こう、メガネみたいな。ここが、ここがこう、くしゃくしゃって。そうそう、ここがこうなるやん。あれで、足がこう、なんていうの、自由が効かなくなるじゃない。こう、開けられなくなるじゃない。それはもうかなんや。もっとこう、相撲、お相撲さんみたいにガッとこう、またわりみたいにこう、こう、引きたいやん。なるほど、あの、和式の時のお話。ごめん、洋式やけど。洋式やけど、洋式でも、ここにこうズボンがあったらまあまあちょっと閉じ気味やんか、うん、足それを足もっと広げたい時はこれが邪魔になるでしょう。え、そんな広げなあかん感じなの？なんかいろんな、そう広げるね。まあまあそう広げる。でだからまずは脱ぐわな、ズボンは。めっさ広げたやつがさ、広げたやつがさ、うん、こんな広げて座るってことはさ、うん、このトイレのさ、うん、この下のさ、うん、ここの部分にさ、うん、このズボンがごっつ擦れないかい？そうなってきたら。え、どこズボン？え、こういう、こういう、こうなるわけでしょ？ああ、そう。ちょっとやめてよ、うちの飲み物で。ほいで、これが広がるってことは、ほら、ここの線、わかります？わかるよ、これズボン。ズボン線があるわけです。あ、それをだから脱ぐんですよ。だからもう、あの、最低でも片っぽは脱ぎますわな。あ、そしたらもう片っぽ。なんでそんなに、え、そんな開けなあかんもんな、これ。開けたくなるときある？ありだ、あるでしょう。なんか、自由になりたいわけよ。僕から見ると、いつでも自由ですけどね。それが精神生活でしょう。トイレの話じゃないや。あんた仕事もしてへんの？仕事もしてへんの？あ、差別？仕事してへんって。職業差別じゃないよ。だってやってないんやもん。うん、やってないな。あんたいい加減仕事見つけやもん。うん、もうそろそろあった。まだですか？はい。え、まだ？だってあと貯金どれぐらい残ってるんですか？27万。リアルな数字きました。やばい。もう27万。もう就職先見つけとかな。27万はあかんて。一つで生活してるの。今10万。10万。あ、じゃああと 2ヶ月ちょい。でももう無理だって。だって働いても1ヶ月後にしか給料入ってけえわけでしょ。じゃあもう1ヶ月以内に見つけないと。そうよ。そういうことよ。7万では無理やからさ。10万、7万の月はもう無理や。俺は。お前、誰や？さっきから仲良く喋ってるけど。ごめん。ああ、びっくりした。福袋さん。ちょっと風邪ひいてる、うつたかなんかなと思って、これやってるけど。そうそう、だから27万やから、もうそろそろ何人通したいの？ハローワーク？やっぱ。いや、もっと早いきいや。だってギリギリまで働きたくなかったんだもの。ちなみに職種のご希望とかはあるんですか？あんまり肉体労働じゃなくて、単純作業がいいです。営業も嫌やし。肉体労働じゃない単純作業ってなったら事務とかそんなわけです。事務は単純じゃないでしょ。だって頭使うじゃない。今までけど事務やってたじゃないですか。やってましたけど。営業やってた。営業です。営業と事務両方ちっちゃい会社やったからね。銀行やな。銀行って言ってた。だからほら銀行は全部やらなきませんよ。もちろん事務も。銀行ももう信用金庫みたいな。そう信用金庫。なんか言われるがままよね自分。そんなことないですよ。あんま思い出したくないんですよ昔のこと。あ、ごめんなさい。もう今しかほら見てない。人間関係。うん、もう営業が嫌だったのとにかく僕は。営業がちょっと苦手やった。知らないところに飛び込んだりするのが。そうそう、あんまりこう人に何かこう勧めたりがあんまり得意じゃなかった。こうして買ってみたいな。買って
買ってとか、この商品買ってみたいな。だからその銀行やん、銀行は商品っていうんですよ、商品、保険、保険とか、保険、この保険か投資信託法ってとかさ、そういうこともやるわけよ、銀行は、業務としては。だからそういうのもちょっとやってやかな、箱詰めとか、え、箱詰め、単純作業とかは僕は結構好き、能力高いと思うよ、早いと思う、シャ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 ってやるから。いや、そういうのない？三宅田さんのとこで。僕はだって三宅田さんのとこ磨いてますから。三宅田さんのとこで何か探してくれるって言ってなかった？前社長に聞いてくれるとか言ってなかった？あ、うちこの前先代がなくなってちょっと待って、ちょっとバタバタしてたんですよ。そんな、そんな大きいことがあった。え、で、二代目さんになったの？そうそうそう、太郎さんになったんです。え、それは何？二代目太郎さん、あの、金田太郎さんが、金田太郎さん、金田太郎さんっていう社長なんですけどね、がなりはったんで、ちょっとまだ今ちょっと会社内がごたごたしてます。あ、そう、親族経営。そう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 。あ、そうか。そうそう、先代が、あの、一人で築き上げたところ。あ、そうなの。そんな僕、あの、役職とか全然いらないので、どで聞こうやないか、うん、どで、うん、なまっとんなこれ。なんやろ、言葉も忘れてる。そうやろ、最近あんま喋ってないからさ、ここ来る以外と、もうずっと家でビデオとか見てるから。だってお金かかるやん、そうせな、テレビ、あの、何のビデオ見てるんですか？映画とか、うん、映画100本見よう思って今年誰かが言ってたな、そんなことですね。3日に1本ペースです。そう、もうだって時間割り余るほどあるから。ちなみにもう2ヶ月経ちましたけど、だからもうすでに結構な数見てるんですもん。でもあんまり見れてないな。でも15本ぐらいかな。いや、もう最近数が、最近見て一番グッときたのは何ですか？グッときたの、モテキないた。あ、見てないな。初め1時間もどないしようから思ったんよ、うん、これもういかん、やめよう、やめようと、もういや、あの、あかんくてやで、向いてないな思って、僕これはもうさすが向いてんわ、向いて、もうやめよう、いつやめよう、うん、いつやめよう思っててんけど、うん、最後にはもう流された。あ、そう、うん、ようできてある、ようはできてるのか。いや、あ、森山未来さん、そう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 、と長澤まさみさん。あ、長澤まさみかわいいね。何を思ってそれを借りようと思って。なんか、ね、モテキっていう家にあったんですよ、前にね、友達にね、ちょっとなんかダブったしあげるわみたいなのもらって、サラのままモテキが、うん、で、サラのままあったんですよ、うん、で、なんかもうほら今することもないし、ちょっとレンタルビデオ行くのもちょっとお金もかかるし、めんどくさいな思って、ゴソゴソってしてたモテキが出てきたんですこれ見てみようかと思って見たら、うん、最後ね、最後に流されたよ。どんな感じので流される？もう振られるところで。あ、振られんねや。振られる。モテキと言いながらも最終的に振られる。森山未来さんがね、長澤まさみさんにね、うん、振られんのよ。そこで。福袋さんってさ、なんか人の不幸好きよね。はいはい、いや、好きじゃないや。泣いてる言ってるや、俺だから。なんかさ、そういうとこにグッとくるよね。俺もそう思うね。え、人の不幸好きとかじゃないよ。泣いてるって言えば、泣いてる自分が好きじゃない。そうそうそう。だから結局それは自分にちょっと重ねてて。うん、ね、そう、重ねてる、重ねてる、重ねてる。だから好きとかじゃないよ。重ねてる。あ、わかる気持ち、未来みたいな。バン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 、イエイイエイみたいな感じ。おどうした？こいつなまっとんな。ほら僕今ほら風邪かインフルエンザがわからない状態だよ。怖い。これも言うの忘れたけど。これも言うの忘れたけど。ちょっと決算熱が下がったとこだから。もうゲラウトですよそれ。ゲラウトやな。ほんま飲食店にほんまあるまじ。元帰ってもらっていいですか？どうせ誰もいいやん今日。正直それが。ここだけなのかマジなのかでちょっと不安になってますよ。そういうことや。そんな色々ううそんなのどういうことよ、ここだけが思わないのか。とりあえずちょっともう別のところで喋ろうかんお前なんか色々なんかドキドキするあの大丈夫フリですか？フリもうそう言ってもうた方が心配してもらえるかなっていうだけの。全然心配されたがってる今だからあんまり人と喋ったりしてないから。あ、そうかそうか。なんかちょっとあれですよね、そういえば無職っぽい格好してますね。そうでしょう、うん、確かに無職っぽいはなんか怪しいやん、こんな馬券とか買ってそうなのよ。
買ってそう。確かにそうですね。場外化現状とか いるわ。いるよね。この人。なんかね、こういう服が着たくなるのよね。生活がそうなると。やっぱそうなんだ。引き寄せられてるね。そうなんちゃう。やっぱりみんな、だから同じような服着てる人いっぱいいるやん。ああいうとこ。そうなっていくのよ。そっか。みんなじゃあ引き寄せられてるんだ、あれは。そうそうそう。あの格好に。そう、格好に。服以外に呼ばれてるの。そっかそっかそっか。つい取ってしまうっていうね。あ、そう。そうです。ちょっと、はい、つい取ってしまうって何を取ったんですか？服を。その服を取ってしまうっていう。呼ばれてる。呼ばれてる。この服は俺を呼んでるみたいな感じですよ。働き気ないやろ、全然。うん、今はあんまりないのよね。いや、でもそうも言ってられないでしょ。そうなのよ。だからもうほんまギリ1ヶ月ちゃうと。なんかあの、株とかやったら。いやいや、ちょっと待って。あと俺27枚しかないやん。それ株どうせ引きこもってんやろ。なんかずっとなんかあれあれって見て。株って何ぼからスタートするの？いや、うち株知らん。いくらでもできるみたいよ。マイケルなんか。いけるよ。株よりももっとあれちゃいます、FX の方とかの方がまだ27万とかぐらいの資金やっていいんじゃないですか。何 FX？ 多分あの円とドルの取引ですよ。海外通貨。え？ん？いや、だから要するに、まあ、1日の中でも1ドル何円って値動きするじゃないですか。はいはいはい、安い時に買って高いタイミングで売る。どっちで買ってどっちで？どっちもできますよ。へぇ、円を買うってこと？ドルを買うってこと？ドルを買うってことです。ドルを買うっていうこともできますし、要は、これから、なんていうんですか、値段が動くあれによっては、円を先に売るっていうこともできるんですよ。お金が行ったり来たりしてるので、まあ、それだけのことですね。そうです。いつ円高で買ったらいいの？そうです。だから要は1ドルが80円の時に1ドルを買おうと思ったら80円で買えるじゃないですか。買える買える。今度それが1ドル120円の時にその1ドルを売ったら120円もらえるわけじゃないですか。ほんまや、すごいやん。そういうことですよ。ちょっと一瞬坂東さん入ったよね。何やろ、何何新しいやんか。今度逆に今120円でもうすぐもっとなんか円が上がって80円ぐらいになるやろなと思ったら、先に円を売るっていう選択肢もできるんですよ。え、買ってないのに。うん、そうですそうです。で、それを後から値段が変わった時に買い戻すっていうもできるんですよ。どういうことやろ。そのまま言うたらなんか、この値段になった時にこうしますっていう予約を入れるだけっていうことなんですけど、でも一応まあまあできるんですよ。それ引きこもりが引きこもりが絶対強いですよ。だって一日中もうずっと見てるわけだよね。そんなお出るんじゃん。そんな箱詰めとかよりも。まあ一回やったことあんねん実は。あの FX じゃないよ。株の株。あ、儲かる思で。うん。2週間で。20万なくなった。50万の元手で30万になった。2週間で。あんた、なんでそんなのちょいちょいお金持ってんの？50万は積み立てをね、してたのよ。前も言ってなかった。最悪やこの人。だってあなた元々プロやったやろ。どんどん銀行の金融の。でもそれとセンスはまた違うからね。だからやめたんやんか。俺のセンスないから。え、ちょっとあんたあかん、お金とかなんかあれして、あれやあかんの、あれあれがあれして、あれちょっとやめ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 、どういうことやな。こんなことなってるんちゃうの。もうちょっとドローンしますみたいな話やんちゃうの。もうやめてや。もうそうだったらこんな格好でこんなとこ来てへんやろ。いや、だからこんな格好で来てへんちゃうか。いや、死んじゃうかも。それでマスクを。ほんまや。いやいや、これは風、これはインフルエンザ。この物語の展開。いやいや、違うよ。やめてやめて、もう。そんなもうここ1年ぐらい通ってるのに、そんなわけないやん。前は。今日は誰かゲスト来るとか。びっくりしたよ。なんか、ポリの格好したゲスト来るとか、そんなんやない。いやいや、まあ大丈夫大丈夫。未だ法律を犯すようなことはしてませんから、大丈夫ですよ。ただこのままね、27万がなくなっていったらさ、俺もほらどうなるかわかんないじゃない。どうやって暮らしていこうかなみたいな。いや、ほんまやね。けどどうやって暮らしていけばいいんやろうね。そうやで、そんな大丈夫なの。まあサラリーマンやからまあええかもしらんけど、いつ会社がね潰れるかわかんないでしょ。引きこもりよりはマシや。だからさ、だからいつ引きこもりになるかわからんって話よ。うちはまあいつ
磨くものがなくなるっていうのはこの世ではないだろうと思ってますんで。でも太郎に変わったんでしょ。経営者が変わったらね、そんなもんどうなるか分からないですよ。2代目になったらな。そうです。映画でもパート2はちょっとしょぼいってなるよ。先代の金田こする社長が、こするさん作ったあの宮古島研磨なんで。あ、だって2代目名前何やったっけ。太郎。全然こする感じじゃないもん。なんで太郎なんやろね。長男だったのでしょうね。そうやな、金田、ちょっと金田こするさんがだいぶとやっぱり炊けた人だったんで、やり手やったやん。こするはやり手やったやん。こするはだいぶ吸ってたらしいんで。太郎はこするなんか、太郎はね結構ねエリートなんでまだ分かんないですよ、ね、ちょっとぼんやりした感じがするんですよ、ね、あ、ほんま太郎はね、こいつまだこすってないんちゃうかなみたいなところがあるんでね。まあその太郎さんがこすらんでもね、経営をしっかりしてもらったらさ、そう従業員がこすればいいわけだから。そうそう、僕らがこすらしてもらうんで。いいんだけど、やっぱ太郎やね。もう甘い蜜吸いまくった太郎。そうなのよ、そうなのよ、そこはね。やっぱ先代のこする社長は偉大でしたね。こするさんの時からずっと働いてはんよ。もちろんもちろん、この前だから亡くなって。あ、そうか、亡くなった、この前亡くなって、それでちょっと今ごたごたしてるな。ごたごたもう死ぬ間際までずっと現役で社長でやってらっしゃる。もうずっとこすってはりましたね。太郎はその時どうなんじゃ。で太郎も手伝ってました。あ、あ、そう。太郎もちゃんと見てはりました。こすってるの、こっち。まあ、だから専務ぐらいには言い張ったんでしょ、太郎も。そうでしょうね。そう、まあ、今、社長ですか。社長か。言うても成り上がりっちゅうことやんな。そう。成り上がりじゃないよ。だって。うん、こするは成り上がりやんか。そうそうそう。ただ、こする社長が。こするは成り上がりやん。呼び捨てですねって。先代の。僕が尊敬してる社長やから。でもこする社長です。最初はただのこするやろ。こするはな、生まれた時はね。生まれた時はただのこするやけど。一ヒューマンでしかないからね。ね、それが社長でも一ヒューマン。あ、そうかい。でこするはいいや、まあ成り上がってきはって。うん、だけどもう何や、太郎か。太郎はもうぬくぬくと育ってやな。そうですね、やっぱりね、もう苦労は知らないでしょう、ね。親の七光こう。こうお父さんが散々こすらした後に生まれてきたの。なんでちょっとうまいこと言おうとしてんの。なんでそれ。もうなんか嫌やわ。なんかもうそういうのを、もうちゃんとしていこう。いやいや、俺がこする社長っていう名前をつけなと違うからな、そのセンス。違うセンスやから、そのセンス。いや別にこする社長あったかつけの俺じゃないよ。ないけど。なんの？違うけど。いやいや、俺の方がわかりやすい。ダジャーレ、ダジャーレ、ダジャーレ。もう俺らの年代になってもダジャーレやからね。楽して生きようとしてるよね、もう。わかる？そうやね。いやいやいや。全然困難に立ち向かうとかゼロ今。もう。かわいい。びっくりした。かわいい。びっくりした。ほんま。もうだから一回楽なね、甘い汁をね、吸っちゃうとね、なかなかダメ。会社組じゃない、やめて。楽な汁吸ってるとか言うてる場合じゃない。そうやね。あんた今一番大変な時期やのに何が楽やの。だから危機感がない。お前危機感がない。危機感がないな。日々がダラダラして楽ちんだから、もうなんかね、動けない感じよね。まだ楽や、楽ちん。楽ちんやんか、だって朝。家でビデオ見てるわけ。そう、ビデオいつ起きてもいつ寝ても。でもだんだんとこうお金なくなっていてんねんで。そうやね。そこ27万円、まあ、月10万円で暮らせるなら、とりあえず週3ぐらいのアルバイトでもしたらいいんじゃないですか。そっか、そうだね、バイトね。まあバイトやったらうち、バイトでいいよ。もちろんバイトでいいです。厳しいですよ。厳しいの、うん、やっぱり、職人で、職人しかいないから。そっか、なるほど、うん、みんな職人だから。箱詰めがええやろ。そうよ、そんな職人みたいな。あれ崎山さんのとこはどんな、なんかないの？何の仕事やったっけ、崎山さん。営業やん。営業か。大変やで、もうそんな。いやいや、崎山さんと同じ仕事はせんでいいよ、僕。なんか崎山さんの下でバイトとかいないの？バイトなぁ。崎山さんの会社は、何の営業なの？何やったっけ？あれやん。ご縁をつないでる。ごめんのもんやん。聞こえんか。なんなん。聞こえんか。なんなん。人と人とのつながり合いやん。いや、なんや、言うと赤っぽいな。それは。いや、それやばいやつやん。違う。人身売買的なやつやろ。違うか。
もうそっちで行く。違うそっち。あれじゃあなんか喫茶店でよくなんかあんたこれやり言うてなんかワンツーマンでなんかおばちゃんたちが喋ってるやつちゃうの。違う、あの IT 企業やん、ちゃんと。 IT? 何のやつですか、 IT を。 IT いい意味でいい意味でトレンディー業界やん。ちょっと何だ、崎山さん何だ、ちょっといい加減やな。違う、だからそのなんかそのあのホームページみたいなな、こう作れやんか、こうホームページ、ホームページな。ほんでこう桜もいるわけやんか、こう最初からもう怪しい。もうめっちゃ怪しいやん。めっちゃ怪しいやん。何がやん。そんなとこはもう願い下げやわ、バイトも。嫌やわ、怖いやん。ややこしくなるやろ。いや、でもちゃんと、ちゃんと。それは何ですか、閲覧するっていう仕事ですか。要はそれは。違う違う。カウント数上げる、上げる。カウント上げるってことでしょ。まあ、だからその、言うたら、あの、三河さんみたい、サザエさんの三河屋さんみたいなもんやん。何八百屋さんやろ、なんか三河屋おるやん。おるよ、おるわ。なんか御用聞きみたいな。三郎さん、御用聞きみたいなもんでな。そのちょっとあのあれや、そこのいろんなところのさ、あの評判を上げるためにこうお困りごとを聞く仲介役や。会社なんそれ。会社や、会社や。パスとこなホームページ何が関係あんねん。ホームページとか作ってるやん。ホームページも作るしやな。作るし。何でも桜も呼ぶし。御用聞きやから何かしてって言われたらそれを何でもするってこと。そうそう、その人のその何でもや、ご縁コーポレーションやん。いや、ご縁っていうのも怪しすぎやけど。怪しいな、すごい怪しい。ネットワークビジネス？おお。言い方は違うだけや、それ。違う違う。あ、怖いよ。やっぱ喫茶店でおばちゃんがマンツーまで喋ってるわけやん。怖いよ、怖いよ。確かにな、確かに待ち合わせ場所は喫茶店かもしれんけど。誰と待ち合わすのよ、あんた。いや、だから。誰と待ち合わすの？いや、だから、そのな、お困りごとの人に、こう、会ったらやな、こう、いろいろ聞いてやな。こう、困りごと、解消していくわけや。何でも屋さんってこと。あ、もう言うたら悪いようにもいいようにも、もう何でも屋やろな。すごいなぁ。何や。ちょっと。俺だけやんけ、まともに働いてる。お前の。ちょっと待って。営業、営業。一気に怪しくなったで。営業、今。え、営業って、どう営業するの？なんか困ったことない。違う違う。金川屋さんや。やんさんやん、そんな。自回りや、そんなもん。違うよ。なんか困ったことない。違う、今日の今回のあれあれもろってもろって、なんか困ったことないや。違う違う違う、自回り言うんですよ。え、自回り、違う違う。ちゃんとご連絡いただいたところにな行ってやな、うん、ほんでまあ聞くわけや。おおおおおおそんなな、今ちょっと急ないろんなこういろんなことが今起こってるわけや。ここで、あ、そう、相手がかいな。え、いや、うちもな、今。うちっぽか。まさかの展開になってきたからな。うち、あれ、それ、あれか、よう、ポストにさ。違うねそんな、なんかこう、絵描いてる人、ほら、変ねん。どのぐらいやばい仕事も受けてるの？ほう。怖い。お前、誰に口聞いてんじゃん、待って、待って。この人、誰に。ちょっと待って、ちゃんと会社に。いつでも行ってありますこれタイムカードもあんねん、ちゃんと。タイムカードいわゆるフロント企業って言われてます。え、フロント企業フロント企業だね。フロント企業ですね。何、前傾的な感じ。前傾。いや、分からなかったらいいです。怖いなぁ。ちょっと待って。だってもさ、意外にちょっと、なぁ、危険なことしてるよ。違うよ。大丈夫？いやいや、お悩み的な感じやで。今日のはどんなお悩みを取ってきたんですか？今日は、だから普通に経営不振のとこ、店に行ってやな。こうちょっと桜呼んでみたいな。桜呼んで。お前の人呼ばせて。うちの若いもん連れてるわ。こんな人から客登録でよ。違うやん。じゃあネットワークでやな。出たネットワーク。ネットワーク。おばちゃんを使うやん。そこで喫茶店出たましたおばちゃんたちを使う。こら、違う。いや、だからこのね、業者さんとかね、お困りごとがあったら、ほんで、もうこれは紹介しますぜ、みたいなところでやな。で、それで今日は解決できたんですか？
解決、あの、前向きに検討しますって言うんだから。じゃあまた明日ちょっとねって。まあ明日落としに行くの。違うやんか、もう。なんか黒い会社。いや、なんかだって、言うてることないよ。ネットワークとかさ。いや、近い近い暗い方に行ってるから。違う、ちゃんと月金で通勤電車乗ってんねん。それは、あの、どんな企業でもな、いくらブラックでもそのぐらい。ただの電車好きかもしれない。ちゃうか、ちゃんと、ちゃんと会社行ってるわ。足使うように電車で行ってるかもしれない。黒塗りの車とかやったらやばいやんか。違うやん。ちゃんと電車で通ってますもん。電車で通ってんのが普通の企業っていう、もうその前の考え方がもう。それが分からん、基準がな。任侠の方ですよ。違うやん、もう。僕電車で通ってますねん。どうやねん。通ってるわ、ちゃんと車保もついてるわ。車保とかはどう、あ、なんか、あ、他のお客さんとかは今日は、そういえば、いらへんのかしら、うん、今日、インフルされたら困るから早かったな。ね、もう寂しいわ。こういう時にね。ロビンソンさん、あ、ロビンソンさん、あ、いつものね、常連さん、来てはるんや、なんか、とりあえず挨拶、あ、挨拶、どうも、こんばんは、もういつもね、ありがとうございます。さ、入りにくいわな。そらそや、インフルやは、やばい企業や、やばい企業じゃん。意外に俺が一番まともやったっていう、うん、でももう、でもそこもなんかこう、成り上がっていく過程で何かこう、ちょっとあったりあるでしょう。もうだって今死んじゃね、もう亡くなりはった社長のせいだったら戦後間もなくとかでしょ。まあそうなんでしょうね。こう戦後のこうどさくさに、あ、どさくさに紛れていろんなもんこすってたと思いますよ。こするそれはそうです。あの、それはあの、いろいろ聞きました。あの、ちょっと潰れかけの寺に行ってはこっそり金を磨いて、磨きましたわ言って、ちょっとお布施をもらってるみたいな。まあまあ、けどまあそれはまあいろいろあってね、まあ、まあね、そういうの資金でできたって話を聞きましたけどね。まあまあ、それは戦後はそのぐらいの、まあ、戦後はね、まあまあね。でもオタクもあれですって、はい、そんなも親族系でさ、二代目がなったらさ、もう多分グラグラになってますわ、会社は。今ね、大きいよ、そのまだ変わるのは。わかんないです。いや、もう、時間の問題よ。え、潰れるの？そうそう。こっちか、こっちかよ。こっちか、こっちかよ。あ、うち働いてる言うねん、ちゃんと。引きこもりか。ちゃんと働いてるわ。びっくりした。その時はあれやわ。何も困った言うて電話すりゃいいの。あ、そうや。ここ困った。困った言って電話したいなんとも。いや、もう今さっき思ったけど、何させられるか分からへんやん。ネットワーク言うてるしさ。ラウンダースタッフで入る？何スタッフ？ラウンダースタッフ。ラウンダースタッフ。ラウンダースタッフ。もういちいち用語が怪しいですね。なんだラウンダースタッフ。いや、こうお店周りだったりとか、ね。あ、なるほど。巡回員っていうことですね。巡回員的な感じで。何すんの？それで桜をするわけ。違う、桜じゃないやんか。ご用聞きをする。まあ、どうですか最近って。だから、まあ、顧客。自回りですよ。顧客リストでね。自回リストですよ。ちょっとあんたもう、もっとうちのイメージを暗くすんのやめてもう。いや、で、言うてるくらいだね。ちょっとあんたらがさ、ちょっとなんかそういう目で見てるから。そんなことないよ。ほんまに普通に営業、何の営業してんの言うたら、人とのご縁とか言う。言うやん、何言ってんの。何やねん、 IT 企業やんか。 IT どこ出てきた今の。 IT どこ関係してんねん、人のご縁とご用。さっきのネットワークって言葉ぐらいやったわ、なんか IT っぽかった。違う、だからちゃんとあの掲示板的なホームページあるやん。掲示板的なホームページ。だからこう怖っ。掲示板的なホームページって怖っ。誰でも書き込めるってことや。なんよ、誰でも書き込めるやつや。ホームページはそういうもんちゃうの。ええー、ちょまで。掲示板的ホームページってこんなんだよ、これ。え、小学校の時掲示板なかった？女学校？え、ちょ待って。教学。何の話よ。え、何掲示板って。誰でも書き込めるホームページでしょ。いや、だって、え、ホームページでそういうもんじゃない。ホームページ、掲示板なかなかないですね。ないですよ。え、掲示板って、あ、だって営業するじゃない、下手なことしたら。あ、その掲示板のこと言ってんの。え、何を言うてんの。IT、ホームページの掲示板言うてんの。え、何だ、頑張れ IT 企業。え、どうしたどうした。違う、うちあの掲示板ってあの小学校の時の掲示板やと思ってた。ほら、IT 企業、どうした IT 企業。今あなた IT の話、IT ホームページとかの話してたよね。何、掲示板って何よ。駅にある掲示板みたいなやつ、さっき行くみたいな。違う、比喩やん、比喩。え、
まあ、いやさ、ヒューもないよ。どうした、どうした、瞑想がもう、もう程があるよ、瞑想にも。そんなんな、急にな、予定にないことをな、ぶっ込まれてな。何の予定よ。違うやん、いろいろ困ることあるやろ、もう。何の予定よ。何も困ることある。カタロインフルで話終わっとった方がいいやん。インフルの話だか、序盤やん。あ、インフルか、玉の話しとったらええやろ、急にこっち来るかびっくりしたやろ、もう。うん、確かに油断しとるなと思って。そうか、油断しとるな。いやいや、だって僕も働くんやったらどっね、なんかお世話してもらいたいから、どういう業種なんですか、いう話じゃん。そしたら経営一番や、ネットワークや、IT や御用聞きや、わけわからんこと言うし、何書き込むんやろとかドキドキするわな。もう何よ、助けてくださいとか書き込むんやろ。行きますわ。ちょっと今なんかシティハンターみたいな。そうそう、ほんまやね。XYZ。XYZ。違う、もう、ちゃんと、ちゃんとしとんねん。シティハンターの方がいいな。シティハンターの方な。違う、何、何してんの。それは、まあ、無理、無理やわ、と、りょうちゃん。誰かやんの、無理、無理。違う、あかん、ちょっと待って。やるっていうのは。やるとかじゃない。殺すって書いてやるかい。あんた、偉い言葉言うね。怖いわ、もう。やるって。やるって。誰かやるの、違う。違うやん、本職の言い方やん。怖いわ、お前。シティハンター言うからやろ、もう。仕事がやる。シティハンターもそもそもやる職業じゃなかった気がするよ。あ、そうなの。守るとかじゃなかった、シティハンターって。やるんちゃうの。あれやる。あ、直接殺したことはあんまりないと思いますね。あ、本当。あれ守るとかじゃなかったっ、まあ、まあ、守るとかもありますし、いろいろですね。え、仕事人みたいなもんちゃう。あ、俺もそう思ってた。仕事人的な感じではあるんです。え、あいつを殺してくださいみたいな。あいつを殺してください。 XYZ って書いたらりょうちゃん行っちゃうの、殺しに。嘘、そんな話じゃなかったでしょ。まあ、そんな、そんな、まあ、でも依頼に正当性があれば多分殺す。ああ、なるほどなるほどなるほど。まあでもそんな殺し屋が主人公にあんまりならへんか、さすがに。僕読んだことないのよ、りょうちゃん実はね。やっぱ、アニメとか見ますか。見たことないのよね、実は。この前ドラマやってあったね。ほんまに泥棒みたいな格好してるね。失礼やな、失礼やな。ちょっとワイルド、ワイルドですよ。ワイルドね。いや、びっくりしたわ。もう崎山さんがそんな謎が多いとは思わなかったね。多くない。健全や。闇が多いな。健全や。闇が。ちょっと待って待って。もう次までにみんなしっかりしとこ。健全に働いてるっちゅうね。次な。次ねじゃ揺られてるよ。なんその電車の。電車揺るの。違う。違う、ちゃんと電車に乗ったら真面目みたいな幻想は何。じゃあ会社でちゃんとガチャンガチャンコしてまた営業出んねやん。何の営業してんの。謎すぎてもう。いやーから、そう、まあじゃあもうあれやな、残念やけど、まあ、役田さんのとこも崎山さんのとこも僕はちょっと、合ってないかもね、向いてないかもね、仕事的にはしんどそうやし、やばそうやし。そろそろ、そろそろ、けどバイトぐらいならいいですよ。全然バイトぐらいなら僕も聞けます。いやいやいや、三宅くださんのとこか、いいですか。はい、そうですね。でも友達多かったらこっちの方が儲かりそうですよ。いや、ここはもうやばいやばいやん。やばくないから、もう。スレスレっていうか、スレスレ。違うよ。うちが多分そのうまい具合に今説明できてないだけで。でも先ほどさ、営業ですよね。営業うまく言えへんってどうすんのよ。おかしいやろ。アホ、もうあのね、営業はね、言葉じゃないよ。営業は言葉じゃない。なんだ、脅し。ハート。うわ、怖いわ。怖いわ。怖い。助けて。違うやん、違うやん、ちょっと。え、心ない営業は通じひんよ。いや、そやけど言葉もなかったら通じひんでしょうよ。言葉がなくても目と目があって、うなずくだけでもいけんねんって。これか、これかよ。あんたが英語仕事してんやんか、もう。これはもう従う。それ出される。違うわ、違うわ。違う、もう。上がるやろ。
違う、はい、上がりましたろ、そういう、そういう違う、ね、3万でいいですか、カツアゲやか、これただの、だってそんな感じやね、違うねん、来月も来るから、違う、あんたややこしいことしてんねん、なんか困ったことあったらいい、もうそんなんちゃうからこれが困る、もう違うねん、これが困るわ、それが困るわ、違う、ちゃんと相手の話を聞くためにはこっちの言葉はこう控えめにせなあかんっていうね、あ、なるほどね、聞く、そうそうそう、まあ、聞き上手になるっていうことです、まあ、そうですね、任侠の人は礼儀正しいっていう、任侠ってもう違うわ礼儀正しい、儒教だもん、礼儀正しい、そうかそうか、仁義、仁義、営業とはっていう話してんねやそうなの、うん、な、営業な、まあ、だってそんなペラ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 喋られたらやで、ちょっとうさんくさくなるやんか、もう十分うさんくさいよ秋山さん、極力喋らんためにこう、うん、シュッてこうシュッ、十分今日の話うさんくさくなかったところないもんね、違うやん、待っとけって、違うわもう、はい、分かりました、違うね、まあ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 、うちにも血気盛んな奴らがおる境にいやー、なるほどなるほどなるほど、みんな、はい、みんなちゃんとスーツ着てんねん、着てるよ、怖いやろ、着てるよ、ストライプのパターンのやつやろ、黒いやつやろ、黒いでも線がシュッ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 入ってるやつやろ、今のは内側、今のは内側、なんかこっちじゃら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 、違うしてない、もしかしたらスーツのこの辺からちょっと描かれてる、違う、もうほなまた来るから、じゃあもうそんなん違うねん、まあ、もう全然、でもちょっと崎山さんところでは僕ちょっとバイトはいいわ、うん、そうですね、一回、ね、ね、こうゲソつけると足洗うのが大変になってくる、そうでしょう、もう引きこもりできんようなりそう、そこ行ったらもう違うやん、ちゃんとね健全に働いてんねん電車乗ってな、あれでもなんか自分で商売始めたりとかしたらいいんじゃないですか、え、27万で元手がいるでしょうよ。まあでもなんかそれこそネット上のなんかね。ネットワークビジネス。ネットワークビジネス。いや、儲かるって。出た出た怖っ出ただってあんた引きこもってるだけで儲かんねんで。そんな、そんな美味しいことがあんの、いや、だってどうせこれ初対面やろ、だ株とかかFX とかそういうやつじゃなくて、ネットワークビジネス、掲示板に書き込んでお金もらえるやつ、掲示板は知らんけど、掲示板、うちの掲示板はそういう掲示板ちゃうねん、だからみんな友達に、友達広げて、いろいろ売っていくみたいなことじゃないんですか、ね、その人たちも売っていく、どうしましょう、すごいですね、売っていくんですけど、それみたいなことでしょ、あれ、迷惑メールとかやってるってこと、迷惑メールってどういうことなんか500万当たりましたみたいな、違うやん、もう詐欺やね、さきやまさん、まずネットのニュースで見たんですけど、はあ、500万当たりましたっていうやつを騙されたふりして、実際にこうなんか、いやいや払えへんやったら裁判しますよって言って裁判で100万勝ち取ったっていう、どういうこと、だから詐欺メールが来たのを騙されたふりして、一応もう払いますっていうことになってるじゃないですか、あ、当選したから、相手が、あ、よくやつね、相手が払いますって言った限りは、でこっちももらうっていう意思を示した限りは本当に払わないといけない義務がある程度発生するんですって、逆手に取って、いや払えへんやったら裁判しますよって言って、裁判して100万円を向こうから勝ち取ったらしいです、メールが来ただけで、そう、そんなんやったらいいんちゃう、ほんまや、そんなんやったらええんちゃうの、それでまず元で作って、ね、でそれでなんか商売を、うわ、いや僕らもう自営業いろいろ大変なところありますけど、精神的にはまあ気楽ですよ、自営業、自営業、気楽、まあまあ気楽ですよ、もうだって極端な話、嫌なお客さん来たら帰れって言いますね、でも日々のね売り上げで一気、あ、まあまあそういうところはね、そういうところは大変ですけど、でもそれは仕事の面はどれでも似たようなもんじゃないですか、あって、あ、そうか、まあ営業でも成績上がらへんかったらどうしようみたいな、そうそうそう、でもそう、今しね大企業ってもこうリストラとかなんてもある、そうそうそう、潰れたりしてるしね、もう最近はね、そこ考えたら気楽でいいですよ、僕は本当、迷惑メールいいよ、いやいや、そっちかよ、迷惑、迷惑メール訴える専門やりましょう、そうそう、もうマニュアル作ったいねん、マニュアル、もうでもそんなんがニュースで負けたらめっちゃ取られるやろな、弁護士料、そうやで、ね、でももう勝ちのマニュアル作ってしまえばやな、せやけどもそんなやる人がいなくなるよ、一回勝った判例が出た以上、もうせんやろね、法律ってね前例に習う部分が多いから、
多分出ると思いますよ。だからもうその迷惑メールで 500万当たりましたっていう人がいなくなるんじゃない？そうそう、僕、あ、それはもう撲滅できるし、一石二鳥じゃないですか。まあそうやな。え、撲滅って俺がそれにちょっと乗るわけ？やらないやらない、そんな敵対企業やほんまや、うん、いやだからうち違うやん企業やもうびっくりした。もうユダも好きなの。さんもどうせ会社勤めて自分の資本金いたわけじゃないからなんかいいんじゃないか。いやいや、もうもう一一一会社そういうつながりを作って。ほんまやほんまやだからちょっと100万もらったら20万ぐらいあげるよ、情報をもらったりしたら。え、どういうこと会社裏切るってことやな、まあ言うたら俺と組んで。ええよ、会社から給料もらって俺からも20万もらって。どう？ほう、もうそんなペーペーがもうあかんかん。もうペーペーだろ。ペーペーだ、ペーペーやで。さっきもさ、ええ年やんか。ペーペーだ、入ったとこ。もう営業成績上がれへんねん。ああ、何や、すっかり俺後ろにこう人つけてたけど、このこっちや、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 これはどういうことやねん。もうなるほど、血気盛んな若い方なんですね。こうやる、違う、もうなるほど、なるほど。いや、血気盛んな若い方なんですね。まあそんな若ないけどな、いう話やろ。 SV ぐらいや。何 SV って？ SV？ え？ SV って何？あの、リーダー、チームリーダー的なぐらいのところや。 SV って何やの？ SV って何のリーダー的なぐらいのところや。 SV って何やの？ SV って何の略それ？スーパービジター。バイザー。あ、バイザー。スーパービジター。ビジターって何やったっけ？訪問者。あ、訪問者。何なの？ SV って何や？車か？前、いや、ビジターってドラマ、深夜ドラマ昔なかったっけ？ビジター？ビジター。あったかな？昔は映画じゃないですか？映画やったんや。いやいやいや、あ、多分映画じゃなくて、ドラマで、深夜ドラマなかった。映画か。もう大元はドラマでしたっけ？ドラマ。ドラマか。あれすっごい気持ち悪かった。トカゲ、トカゲ。そうね。あれ。何なの SV って？スーパー V な立場やん。スーパー V な立場やん。さっき言ってはった、スーパーバイザーなんじゃないですか。そう、ね、そうですよ。違います。さっきまたあんまりそれには乗ってこなかったよ。さっき違うやん。違うんですか。違うみたいよ。なんだ SV で急にどっから出てきたんよ。バイザーや、バイザー。ちょっとさっきまた怖い。怖い。バイザーや、バイザー言ってたからね。もう怖いよ、この人。怖い怖い、もう。もうご利用しになってきてるやん。もう、もうこれ以上何も言うなっていう系なんて。バイザーや、バイザー。玉の話しようや、もう。こんな壊れた崎山さん、ちょっとね、珍しいんじゃない？ワイザーや、ワイザー、玉の話。ちょっと面白いことだった。めちゃくちゃや、もう怖いっすわ、もう。はよしましょう、もう。もう、大丈夫ですか、崎山さん。もう、いやいや、こっちがびっくりですよ、崎山さん。その、狼狽ぶりがもう。何が？いや、すごい。あ、そうですか。まあまあ、でもあれです。だから。まあ、みんな、いろいろ隠し事があるということじゃないですか。そうだね。いや、僕、そんなないのよ。ちょっと、はらんでるわ。バイザーや、バイザー。もう、そこ、はらんでいい。貼ってたよ。貼ってたよ。自分で貼ってた。めっちゃ貼ってたよ。バイザーや、バイザー。もう何やろ、誰も会話がないね。いやだだロビンソンさんは何も挨拶だけですか？挨拶だけ。もうちょっと入ってこれのじゃ怖くて。ちょっと今日あかんな。違うわ。もうちょっとゆとりのある話をしようよ。ゆとりってないや。気持ちのゆとりが、ね、心のゆとりがある。あ、そっかそっか。ね、あ、もっとこう楽しい話をしようか。仕事の話をさ。そうそう。ね。人の隠し事をえぐるような話だね。そうだそうだそうだ。なんかもうちょっと、もうちょっと、うわっつらな話。そうだそうだ。上っ面の。ない、ない、うわっつらな話よ。うわっつらな話。うわっつらな話。そうだ、そうだ。でも、モテ期の話とか、ほら、うわっつらな感じでいいじゃないですか。ちょっと旅行とか行きたいね。あ、いいじゃないですか。あ、いいですね。もう春になってきますね。ちょっと旅行か、安い。ちょっと旅行。安いのに。ゆかいリゾートに行こうよ。ちょっとね、ゆかいリゾート行きたいの、本当に。あれめっちゃいいよ。あんたらよう、なんかだいぶ前もここで言ってたけど、言ってた。めっちゃいいよ。行く気ないよね。ゆかいリゾートはめっちゃ行く気あるよ。8800円で行けるから。へえ。1泊2日。え、あれほんまにそれだけなの？そう、ほんまにそれだけ。え、行ったことあるの？ある、2回ある。ゆかいリゾートって場所どこでしたっけ？場所はね、いろいろあるんですよ。
あ、結構全国各地あるんですか？ある。いろんな、その、はい、旅館と提携してみたいな。そうそうそう。提携リゾートっていう施設があるんですか？カイチゲン、カイドタン、カイドタン。なるほど。そうそうそう。でも泊まって。泊まって、で、夜はバイキング食べて、泊まって、朝飯もついて、うん、で、バスで大阪から連れてってもらうこともできんの。はいはい。それは他の人も一緒にね。うん、で、それはプラス安全ぐらいいんのかな。自分で車で行くことも、でも全然いいし、うん、どっちでもいいんやけど、まあ、車でみんなでわーって行ったらもうね、楽しい楽しい。あ、じゃあもうちょっと一回、ゆかいリゾートの先で、うん、飲み会しましょう。あ、いいじゃないですか。ね、やりましょう、やりましょう。いいですね。あの、こんな感じでね。こんな感じで。あ、そうだね。なんか。やりましょう、やりましょう、ゆかりリゾート。いいですね。それ、それいいね。機材とかの人たちついて。機材で機材で。ほら、ほら、人には、人には隠してる部分がいっぱいあるやんか。ああ、そうなんですよ。機材ね。ある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 。うん、機材の感じでいきましょうよ。いろいろごっそりね。いろいろあの僕ら隠し事を連れて行きましょう。他の常連の方とかもね誘い合わせて。あそうですよ。他の常連あれよ。そんな人。ああ。機材担当の人たち。機材が好きな人ですよ。そういう人ね。職人さんがね、ここ出入りが多いから。カメラマニアですよ。カメラマニア。カメラマニア。いいでしょ。で温泉とかもあのそのねポットホテルとか施設によってはありますから、うん、いやけどマジでちょっと考えません、ほんまに言うてる、ほんまに言うてる、もう5月6月あたりどうですか。いいっしょ全然全然、うん、その前に皆さんお花見とかって、ああ、バーベキュー好きがいた。あ、そうですよ、ね。そう、マスターね、プロフェッショナルよね。はい、もうなんかバーベキューやるのいつでも声かけてくれたミスターバーベキュー。今からやろうって言ってもうちの事務所に全部ありますから。うわお。本当にね、本当にすごいよ。あ、そう。本当にすごいよ。いや、大事なことは2回言うけど本当にすごいよ。3回ぐらい言ってる。いやいやいや。評判いいですよ。評判。もうね、あ、本当。本当に本当に。すごいね。いやーもうね、すべてが。フル装備。いやでも福岡さんの方たちもね、あれ行けん、大きい方もバーベキューとかけますごい。あ、そうそうそう、すごい方いらっしゃる、ね。そうそう、僕も知り、あの友達の知るんですけど、だから僕がね、あんまりあのアウトドア、あんまりそんな得意ではないので。本当に嫌があるよね。はい。さっきからだって流れっていうか、もう話の流れ、僕引きこもってますやんか。そうやね、うん、今のところ引きこもりとヤクザってことがそうなんですよ。会社会社、はい、すいません、ちょっと、ね、ちゃんと隠し事、ちゃんと隠し事をすいません、社保ついた会社働いてるの、最近のフロント企業はすごいですね。そうよ、そうよ、 IT、 そ、 あ、そう、向こうの人も社保ついてるよ、きっとあんたがええお仕事してんねやんか、もういつでも出てたんですか。違うやん、違うやん、もういやいや、ほんとね、ゆかでもゆかりリゾートはほんとに人気が高いんで、じゃあ今年ぜひこれをちょっとね、場所を変えてっていうのをちょっとやってみましょう、企てましょう、企てましょ う, ましょうね、その前にあのバーベキューね、込みで、うん、いや、その前にバーベキュー、バーベキューね、得意、ね、花見はそうか、4月とかや、そうですね、4月頭ぐらいで、ね、でも、いろいろな諸事情は大丈夫なんかな、何の、そう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 、だからか、あのカメラマニアとかの人たちにとそういうこと、そうね、諸事情的なこと、諸事情的なこうね、諸事情ってこと、あのただの飲み会とはいつでもできるけどことじゃないですか。いや、もろもろの諸事情がもろもろ、こういうこういうことが、こういう、僕らほら、僕らほら、僕ら言うてもうつさら、うつさがれた何皆まで言うな、皆まで言うな、皆まで言うな、もういろいろな大人の事情的なものがさ、うつさがれたり違う、うつさがれたり違う、もううつたがり、うつされ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 たがり、諸事情がね、どうかなっていうのもね、僕らレンズマニアなんで、レンズが前にないと正直こんなに元気に喋らない。はいはい、なるほどなるほど、なるほど。それはそうでしょう。それはそうでしょう。せっかくやったらね。せっかくやったら、そういう、だから、常連さんの都合も聞いてやらないとあかんけど。そうなったらどこがいいの？花見とか。そうですね。あれ、できる、ちょっと、やっぱり大阪城公園じゃないですか。大きいところでやったらややこしいから、ちょっと、穴場的なところに行った方がいいんじゃないですか。こじんまりって言ったなところ。なるほど。
ってなったら、まあ別になんかこの近所の公園で勝手にやっててもいいかもわかんないですけどね。なるほどなるほど。桜がね、あるところとか、ね、あ、そう、桜さえあったらね、別に。それなくてもいいけどね。まあ、でもいいけど。ちょっと待って、もうなんか、もう趣旨が違ってきてるよ、それ、なんか。まあでも僕の趣旨としてはバーベキューをやるっていうのが。そうだよね。だから、そうじゃない。桜なくてもいいじゃん。桜なくてもいい。あ、そういうこと。川とかってこと？まあ一応桜の木はまあ一本ぐらいはあるんですけど、まあ花咲いてようが咲いてなかろう。まあまあまあ、なるほど。まあちょっとあったかくなったらね、寒いとさ、やっぱりちょっとあれじゃん。あったかくなったら。なんかだいぶ守りに入ってるよね。まあほら、俺引きこもりやから、もっともっとさ。でほら、27枚しかないからさ、あんまりお金かかることできへんやん。まあ、ゆかり状態で1万円ぐらいでいけるしな。いいか27万のやつがゆかり状態で大丈夫ですか。せやな、バイトぐらいするか。せやね、まあ、うちで、まあ、もしくはなんかあの日雇い、そう、ね、何かね、日雇いやって1万円稼いで、うん、ここのバーとかですればどうですか。そう、バイトはどう。あのイベントの時とか週末とか人足りないとか。あ、あ、ありますよ、ありますよ。本当ですか。全然全然。まあでもうちはバイト代安いですけどね。いや、まあでも何もしないよりはマシでしょ、そら。じゃあ次来たらいらっしゃいませって言ってるかもしれないですね。ちゃんとあのまかないは出ますんで。まかない出るといいやん、食費が浮くわけだから、はい、うん、思わぬ天使も、ね、ものすごいピーナッツもらえる。ものすごいそれお腹ゴロゴロ言う。お腹ゴロゴロ言うってここに詰めて。あ、リス、あ、リス、リスや。何リスの話して。リスはしてないよ。してないよ。今日はしてません。リスは、リスはここほら丸めるやん。ああ、もうね、溜め込むやん。溜め込む、溜め込む、頬袋。それを出さずにちょっとずつ食べていくって話。それほんまかな。どうだい、正確な知識かどうかちょっと分かんないですね。どうしたどうしたほら、だから、うん、リスはここに溜め込むやん、餌を、うんうん、それをこう出さずに、うん、ちょっとずつ食べていくって話。うん、それは聞いた。どう大事なことやったらいいか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 。大事なことですか、それ。大事や。いや、だって出さへんねんで、出さずにちょっとずつ食べるっていう話。うなんやねん、話言いたいだけやろ。その言い方で言いたいだけでしょ。言いたいだけです。そうそう、まあでも大事なことは隠されてるんですよ、そういうことは。そういう、あ、なるほど、ね、そういうのはね、人間の世界。お前実は何食べてんねんみたいなところね、ここにね。うんうん、食べてないよ、食べてないよ、食べてないよ。何が？お時間。え、もうだいぶ言う時間ですよ。でもなんかもうちょっと今日はあかんわ。あかんっていうか、もうほぼ崎山さ ん、ちょっと今日知ってる、あれ 4,5 年に1回の日やで、今日 4,5 年に1回。あー、あれ 4,5 年そこは曖昧ない、そこは曖昧ない。違う、4年、あ、4年、4,5 年に1回ブルード。あ、そう、それそれやで、今日ですよ。そうですよ、今回だから4年に1回しかない2月の肉の日ですそうだと、そうだ、そうなんや。え、肉の日、あ、肉の日、2月の肉の日、あ、ほんまや。まあなんか、みんなでお肉でも食べに行きますか、今から。もう店閉めて、しましょうか。あ、そうやな。さっきなんか見つけてたやん。そうそうそう、駅のそばにね、ちょっといいの、いや、いやそうな。じゃあ僕もこれで店閉めますよ。いや、そうな、肉屋見つけたわ。らしい。まあ、今日誕生日の人はね、おめでとうございます。4年に1回っていうことで。え、あの人だって年どうなん、毎年。お前どうなん、28が誕生日になるのかな。前の妥協していいの、それ。いいのよ、それはいいのよ。そうしてはるよ、そうしてはるよ。あかんと思うで、うん、友達いるけど、29。あ、そう、うん、いや、あかんと思う。逐一言わなあかんよね。ほんま29やねんけどな。ほんまやわ。もうこいつなんか、こいつなんかちょっと鬱陶しいなぐらい言わな、ちょっとあかんやろうけどね。そう、でも実際の1年後ってなったら、本当はこの次の1日がそうですもんね、29日。あ、そうか、ほんなそうなんかな。1日なんかどっちかわからんけど、1日なんかな。なんか選んでる人がそうなんですか、ね、うん、僕はちょっと覚えてない。そうなってきたら、徐々にいずれ出さへん。え、じゃあ次の日。4年に1回ちゃんと29日があって、あとはちゃんと1日で1年ごとに回ってるんじゃないですか。あ、そうなんや。1年。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、でも、ウルー年自体がなんか、すごい徐々にずれてますからね。あ、そういうことか。あ、100年に1回ウルー年ないですからね。あ、そうなんだ。え、そっか、それがあることによって、他のところも結局はずれてることになるのか。そうですね。じゃあ、みんな誕生日ずれてんの？そう、そういうことですよ、結局。まあ、深く考えにいいよ。
いいんちゃいます、なんかもうざっくりでいいと思います。日が合ってればいいよ。だってそんな1日ずつずれたところで一生の間にせいぜい80日ぐらいしかずれてないんです。まあまあずれんな、まあまあずれんなずれてるね、余命80日と1日は全然違うんだ。そうやな、まあまあずれんな、明日死ぬと80日生きるは違うもんね。ほんまやわ。さあもうなんか締めて肉食いに行きましょう。いやなんか最後に何やろな兄貴ついていきますよ。違うやんもう兄貴、とりあえずじゃあ肉の日やな。じゃあごちそうさんでした。またつけといて、つけといて、おやすみー。